スノーマン・メグロハスの唯一欠点は上がりすぎた好感度。ジャニー氏の闇、関係なし、争奪戦、で、午後の紅茶、CM、キャラに。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズの人気グループスノーマンのメグロレン、26、と、女優の中条あやみ、26、 が、6月6日から放送されるキリンビバレジ、キリン午後の紅茶の新 CM、夏の午後が長いわけ、変、目黒、と、あの夏の午後、編、中城、に、それぞれ出演することが発表された。同5日から15日まで、東京渋谷駅前では、大型屋外広告も展開される。 夏の午後が長い、わけ編では白い砂浜にある小さな海の家を舞台に氷がたっぷり入った冷たいアイスティーを飲んで涼みながら友人とまったりとした時間を過ごすメグロの姿を描く。中条が出演する、あの夏の午後、編では、中条と友人が海の家の縁側でグラスに入ったアイスティーを飲みながら、もし1日だけ人生のどこかに戻れるとしたら、あの夏の午後がいい。 高校時代に友人と過ごした懐かしい日々に思いを馳せる様子を描く。メグロの CM 出演が発表されると、ツイッターでは、メグロハス、午後の紅茶、午後 T、新キャラクター就任、といった関連ワードが続々とトレンド入り。めめめ,めっちゃ爽やかから明日から楽しみだ。 から最近コーヒーばっかりなんだけど今日から午後ティーにします。爽やかなメグロ様にぴったりの CM 笑顔も素敵から素敵な CM ありがとうございます。午後の紅茶ストレートティー大好きです。この夏はきっといつもの夏よりお世話になります。といった声が寄せられ、早くも人気と影響力の高さを示している。四角メグロハスにはジャニー氏の闇も関係なし ワイドショー関係者が話す、ジャニー北川氏去年87の加害疑惑が大きな社会問題となっており、ジャニーズタレントをテレビ番組や CM で起用するのを躊躇する動きも出てきています。そんな中、メグロさんの好感度は抜群でジャニーズへの逆風も関係なしといった感じですよね。5月14日、ジャニーズ事務所の藤島ジュリー稽子社長、56、 が、謝罪動画と文章を公開し、所属タレントを CM などで起用している企業にも動揺が広がった。世間の反応を見ながら対応を決める、と状況を静観する企業が多いが会社のイメージを損ねる恐れもあるだけに神経を尖らせている、と同15日配信の共同通信は伝えていた。スノーマンは2020年9月に藤屋のブランドキャラクターに就任。 同社の社長が2021年2月の決算発表でスノーマンが若者の来店に効果があったと異例のコメントを出すほど、企業が数字につながったんです。特に目黒さんは社会現象にまでなったサイレント、富士テレビ系や NHK 連続テレビ小説、舞い上がれ。さらに次の7月クールのトリリオンゲーム TBS 系とドラマでも大活躍。 グループ随一の人気の高さを誇ります。これまでのスキャンダルで好感度も抜群に高いわけですが、その上がりすぎた好感度が唯一の欠点かもしれませんよね。全能。近く、万が一スキャンダルでも出たら怖い、の声も、ツイッターには、メグロレンさん一生のスキャンダルでいてください。切実今まで全くスキャンダル出てきてないメグロすごいな。 まあ、メグロハスの彼女なら匂わせとかしないちゃんとした人なんだろうけど、メグロハス今のところ好感度しかなくて悪いところが見当たらないから、万が一スキャンダルでも出たら怖い、やばそう。など、これまでスキャンダルがなかったメグロを心配する声も出るほどだ。ベッキーさん39、ヤンジャッシュ渡部健さん。 50がそうでしたが元々の好感度が高いタレントに大きなスキャンダルが報じられると、ファン視聴者は裏切られたと感じて一気にそのタレントをケニの対象に変えてしまいます。渡部さんの一見以降、芸人の間では好感度を上げすぎないようにしようという動きもあるほど、目黒さんは、ルックス、立ち居振る舞い、スノーマンや仲間を思う気持ちなどなど、完璧すぎる。 メグロさんに渡部さんやベッキーさん級のスキャンダルがあるとは思えませんが、やはりその点を周囲も心配しているのではないでしょうか。今やスキャンダルが最も高値で売れる芸能人になり、写真週刊誌やパパラッチは間違いなくメグロさんをマークしているでしょうからね。前でのワイドショー関係者。メグロにはこのままノースキャンダルで快進撃を続けてほしい。 近く、爽やかすぎて眩しい、メグロハス、夏の午後が似合いすぎな好感度抜群キラキラ笑顔ア茶コーチャを飲む横顔。メグロの CM 動画を見たファンからは、爽やかすぎて眩しい、もう本当やばい、何もできへん、ずっと見てちゃう、爽やかなメグロくんが、たくさん見られて幸せです、といった声が殺到している。